号砲鳴って最終9レース A 級決勝のスタート。1番の松尾優吾、4番上田学、外から6番日崎勝と7名が固まった状況ですが、1番外から6番の日崎選手が前に上がっていきます。4番の上田学、内側1番の松尾優吾、車を下げます。7番の新村美乃井、2番の山本欽也、南関東、6番手から3番地元の西田正史上がっていくか。7番手1番後ろから外5番の田上光也が上昇いたします。中四国が前でまとまるか。地元九州中段の南関東後ろ攻めとなりそう。2周目に入ります。三者夏美を田上光也、この決勝戦生かせるか。初日の特選は松尾優吾にかまされ悔しい結果となっています。この中四国勢3人は初日特選のトリオ同じ並びでのこの決勝であります。番手6番の日崎は特選競争は田上マーク切り替え5番手からまくり追い込みで勝っています。4番の上田がサイドラインの3番手、1番の松尾優吾準決勝まくり追い込み届かず3着、苦しみながらも、ね、なんとか決勝に勝ち上がりました。地元最後の砦3番の西田、南関東勢上がってきます。7番新村、2番の山本、準決勝同様連携の難関勢が前に出ました。打賞の周回、7番新村が前に出て1番の松尾3番手、車間を1写真半から2写真上げた5番の田上5番手です。田上としては特選のリベンジになるか、かませるか、打賞です。7番の新村に5番の田上がラインの長さで真っ向勝負です。新村と田上もがき合いも、7番の新村が突っ張るか、5番の田上、もう6番の日崎は外に出しているが、7名が固まった。松尾優は内側から潜り込むが、2番下の山本は抵抗、2番の山本さばかれました。1番松尾が番手を奪った。4番の上田が3番手切り替えています。3つのラインいずれもラインが崩れています。4番手は3番の西田が作って4番外へ出した。2番手から松尾優を外へ出せるが、直線コース、7番新村先頭、1番松尾優を並んで追い込んだ。1番7番4番あたりか。このまま決まれば松尾1、2班初優勝となるか。審判の決定をお待ちください。包まれながらも内側から山本健也をさばいた松尾優吾が新村を最後捉えています。このまま決まれば1、2班戦初優勝となる模様。松尾優吾、7番の新村が3日間いずれも先行で粘って、4番の上田学が3着入線、3番の西田が4着入線です。1番、7番、4番、3番で入着の模様。松尾優吾、このまま決定でなれば1、2班戦初優勝となる模様です。どうぞ決定放送お待ちください。最終レースお伝えしました。お知らせします。ただいまから佐世保競輪第9レースの審議 VTR を放映します。最終回第1コーナー付近における2番選手に対する内側追い抜きについて1番選手を審議しましたが、2番選手が外対線を外していたので失格とはなりませんでした。